C1 が北磁局、C2 が南磁局。A は地軸で、A1 が北極、A2 が南極。B は地磁気の軸で、B1 が地磁気北極、B2 が地磁気南極。北磁局とは天体の北半球の地表面で、磁力線の方向が延直になっている地点である。地北局とも言う。以下、特に断らない限り、 地球の北地局について述べる。2001年に行われたカナダ地質調査部の測量によると北地局はカナダ北方のエルズミーア島付近北緯81度18分整形110度48分北緯81.3度整形110.8度81.3-110.8にある2005年時点では 北緯82度42分成形114度24分、北緯82.7度成形114.4度、11 8 2 7 1 1 4点4と見積もられている。南半球には北磁極と対となる南磁極がある。地球の磁場は正確に南北対象ではないため、北磁極と南磁極は対処地ではない。地時気による 磁力線は一般には水平成分を持つが、磁局においては、磁力線が延直に落ちていることから、英語では磁極を、マグネティックディップポルズとも呼ぶ。北磁極は時と共にじわじわと移動する。この項では、地磁気北極についても述べる。オラウス・マグヌスによるカルタマリナの一部、現在のムルマンスク沖に、インスラ・マグネトゥー・ M、と信じられてきた磁局の位置が描かれている。 ルーン文字の書かれた巡釈を手にする男は、スカンディノビア人の英雄スタールカーズ。昔のヨーロッパの船乗りは、コンパスの針はどこか北の、遥か彼方にあるマグネチックマウンテン、またはマグネチックアイランドを指すと信じていた。イギリスのウィリアム・ギルバートは、1600年に出した著書で、地球は巨大な磁石であるという考えを世界で初めて示した。また、彼は、北磁局を、 磁力線の方向が延直になっている地点と定義した最初の人物である。この定義は地球の磁場の性質が正しく理解されるよりも数百年前のものだが現在使われている定義である。1831年6月1日、北磁極を目指す最初の探検はジェームズ・クラークロス率いる探検隊によるもので彼らはブーシアー半島のアデレード岬を北磁極とした。 1903年、ロアールアムンセンは少し違うところを北字局とした。その後は、カナダ地質調査部が2001年までに6回、北字局の位置を測量している。2007年5月2日、BBC のテレビ番組、トップギアの特番、トップギアポーラースペシャルの企画で、番組の司会者であるジェレミー・クラークソンとジェームズ・メイが、史上初めて市販者による北字局への到達に、 成功した。桃色の丸は1831年から2001年までの北地局の実際の移動。青色の丸は1600年から2000年までの移動を模している。カナダ地質調査部によると北地局は継続的に北西へ動いている。1996年の調査で磁気計とセオドライトを用いて測定された位置は、 北緯78度35.7分整形104度11.9分、北緯78.5950度整形104.1983度、78.5950-104.1983。三二千五年時点、北時局は、カナダのエルズミーア島の西方、北緯十二度十二分整形百十四度十四分、北緯二点七度整形十四点四度、 82.7-114.4にあると予想されている。北地局は20世紀中2 1 0 0トル移動した。その動きは加速しており、1970年には年間9トルだったのに対し、2001年から2003年までの平均速度は年間4 1トルであった。現在の速度と方向で変わらず移動すれば50年後に北地局は シュベリアに到達する。しかし、移動は遅くなり、方向も変わることが予測されている。この大きな動きに加え、北地局が不格好な楕円を描くという日周的な変化もある。本来の位置から最大で8 0トルずれる。これは太陽からの家電粒子等外部磁場によって地球の磁場が歪むためである。2019年2月、米海洋大気局。 国立環境情報センターによると、世界時期モデルは通常5年ごとに更新されるが、北極地方における予期せぬ変化のため1年前倒しで更新された。研究者らによると、北時局は長らく、カナダを小刻みに動き、ほとんど移動しなかったが、今では1年に 55km 移動しているという。地球の地場は、主に地下 3000km にある地球の外角を、 構成する液体の鉄の運動によって発生する。この運動は地磁気逆転を引き起こすが、近年、北磁局の移動が加速している原因は不明である。ノアと英地質調査所は2019年末の予定を前倒しして、世界磁気モデルの更新に踏み切った。詳細は EN マグネティックデクランションを参照2000年の時点で変革が東に何度、 傾いているかを表した地図コンパスの針が指す方向を地北という。厳密に言うならば、地北は北地局がある方向ではなく、時間と場所によって変化する磁場に従って、コンパスが指す方向である。地北と真北の角度の違いは変革と呼ばれる。ほぼすべての地図の座標は真北に基づいて作られている。そのため、ほとんどの地図は判例に変革を乗せ、 コンパスの示した北が分かれば、真北の方向も分かるようにしている。オリエンテーリングにおいては、コンパスと地図だけが頼りであるため、変革はとても重要である。変革は日本を含む多くの国々で測られている。詳細は、地磁気を参照地球の地場は地球の中心にあり、自転軸に対して約10.2度傾いた直層曲子で近似できる。そして、 その理論上の総局子が地球の表面と交差する点が地磁気局である。日本では地磁気局とも言う。地磁気北極と地磁気南極は対処地同士である。2005年の時点では地磁気北極。もしも地球の磁場が完全な総局磁場だったら、磁気と地磁気局が一致する。しかし実際はかなり不完全な総局磁場なので、磁気と地磁気局は 離れている。地磁気北極はオーロラが見られる地域の中心である。磁局と同様に地磁気局も北米のあたりからシベリアの方へと移動している。ありがとうございます。